赤崎赤島しましてみーおい借金ということでね、始まりましたが借金、いやいや、借金のキラリの方で、ほおずきというお店に行っております。川口、川口のお店なんですけども、まあ徒歩4分で着くよというお店なんですが、こちらの中華そば葵グループの2号店で、うん、名古屋の味をコンセプトに営業するラーメン店なんですね。名古屋のラーメン、名古屋の、まあお店の方、あんまりゆかりが僕はないですけど、あ、ないですが、あのね、この青色さんのね、うん、あのスタンプカード30ポイントでもらえる帽子ですよ、はいはい、これを実は今回もらいに行ったということで。なるほど、見ましたよ僕は。あ、見ました、はい、ちょっと番外編ということでございまして、こちらの二郎系のお店ではございません、うん、そうなんです。で、塩そば、醤油そば、台湾混ぜそば、ひつまぶし、この台湾混ぜそばとひつまぶしが名古屋っぽいということですね。あー、なるほどね、はい、でですね、今回はまあ一応のジャンキーな混ぜそば、台湾混ぜそば、そこはマシマシ TV 的な、そうなんですよ、選んでおります。こちらでございます。すごっね、豚チャーシューというのを追加してまして、なんと自動ニンニクです。コールなしでニンニクがついてくる。あ、そうなん、この部分だけは二郎系を上回ってますよね。これね、二郎ニンニク入ってきます、ね、大陸みたいになってるよ、ね、いや、パンディア、なんか確かにね、すげえな、薬味ネギ、ネギ、ニンニク以外にも強そうな素材たっぷりですね。こちらはね、豚はレアの焼き加減な、こう低温調理チャーシューというね、赤みのあるチャーシューでございまして、あ、早速、おーっと切り替えましたよ。あ、これからか、切り替えマスとこだ、葵の字が入ってるんですね。業者感すごいないや、まあ確かに市場とかにいそうな感じだけど、いるけども、あの網タイプのね、夏に被るといい帽子かもしれないですね。早速いってる豚なんですが、分厚くてね、生ハムの一番上品なやつの食感、うん、一番上品なやつ食べたことないと思いますけども、ちょっとじゃあ川口の駅の方いきますありがとうございます。ほんのりね、甘さを感じるそぼろ、うん、ね、でちょっとピリ辛の主張も強めな豚でございました。豚なのかな、鶏かもしれない、うん、まあまあでも肉は肉、肉は肉ということで、肉は肉そぼろをね、こう卵黄でこうね、溶いて混ぜて、混ぜて、あーっていうことね、混ぜそばなんて、うわ、うまそう、これはうまいですよ。湯気が閉じこもってて、あ、と湯気が閉じこもって、閉じこもってて、新しい表現、ストレート太麺、つるっつるでね、すごいすすり心地がいい、うん、キラーってことで出ましたが、天地返しというかね、やっぱ混ぜなんでね、そこは、あ、そうね、はい、天も地もあったもんじゃございませんがね、混ぜていきましょう。いや、はい、やっぱりね、混ぜそばなんでしっかり混ぜていきましょう。3回だよもうこれ言うの、本当に、うん、混ぜそばだから、ね、混ぜろということなんだよ本当に。いや、もう十分混ぜてるよどんの底の返しがね、これまた二郎系とは違う、なんかこう中華のタレに近いような濃厚さ、分かりますか。二郎系と比べる意味がちょっと分かんない、ね、いや、それはやっぱマシマシ TV なんでね、普段から違うものだからね。いや、でもほら、来ました、ニンニク、まあ、ここはね、ニンニクですよ、やっぱり、ここはまあね、自動ニンニクなんて初めてですよ、それで、いや、いや、その名称は赤星がつけてる、僕がつけてます、僕がつけてます、というか、インスタでそういうのを、言ってる方がいたんで、あ、そう、借りてきましたけど、自動ニンニク、自動ニンニクなんです、手動ニンニクと自動ニンニクそうなんですよ、手動ニンニクいいね、手動ニンニク、まあ、ニンニク量、僕としてはちょっと足りませんでしたが、絶対ニンニク入れた方が良いです、うん、あ、ここで来てるだろ、ブブアラレ、ブブアラレ、ブブアラレ、これのひつまぶしのね、お茶漬けに使う、まあアラレなんです。あ、なるほどね、そうそうそう、まあ京都ではブブ漬けとか言いますよね。そのブブをですね、入れていきます、うん、ね、他のラーメンに入れても美味しいね。そのね、食感がね、かなり硬いカリカリなんですよ。あ、そうなんですか。はい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 、なのでね、こうアクセントとしては非常に楽しい、ブブでございますね。ブブでございます。そこに溜まってるね、そぼろやネギをね、ここで上にこう出していきますね。混ぜて混ぜて、そこにあった物語をね、上に引き出す、ね、物語、これぞ台湾混ぜそばと言わんばかりのスタミナ満点感。いや、美味しそうっすね、めちゃめちゃ。いや、うん、やっぱね、葵グループさんありますよ、レベル高いですやっぱり、さらにね、柚子胡椒もありますけど、はい、これね、あの柚子の香りが強い、胡椒よりも柚子が強めなんです。はい、柚子多めの柚子胡椒、柚子多めですね。なるほど、はい、なんで入れすぎは禁物かなと、うん、そして現れましたこちらです、こちら見てください花山、花山香る、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 G
じゃなかったんですね。うん、まあ、花山椒ですこれ。花山椒ではないです。花山でもなかった、ね。花山でもないんです、まあ。花山香るだった時はびっくりするけどね。逆に。ちょっとね、悪劇みたいにこう回しましたけども、台湾までその、しびれも大切ということで。お酢。これ酢なんですけども、自家製季節の果実酢ということで、中にね、あなんかね、あんずかすももかかきか。なんか椎茸みたいな全然絞れてないじゃん。どれなのかが分かんない。椎茸ではないですけども果実じゃないし、ね、あ甘い甘い。これが酸っぱさよりも甘さが上ということでね、椎茸の辛さ出てきたね。甘いんだったらいやまあ臭みが取れるかも分からないですけども、まあ、体が濃さでねちょっとしつこいと感じる方には最高なんじゃないかという味わい。そばにはいいっすよね。どんあげて、あそうなんです、追い飯、追い飯があるんですわ。うまそうこれね。うん、ただやっぱり追い飯をね行く前にやっぱりうっかりうますぎて具はね食べ過ぎないようにしましょうと。あそう残しといてね、残しといて、そう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 、あお肉残しといて。そうなんです、僕は肉も残しましたから今スルッと滑ったじゃん。麺よりもねあのタレがご飯に染み込んでいくんで非常に刺激的な、あいいっすね、締めになるんですね。濃厚な感じ。あ、ね、ビネガーライスもねやっていきますけども、いいっすね。いやこれはうまかったな。おっと青いごちということで、ごちそうさんでございました。たまにはね二郎系以外の混ぜそばなんかも食べちゃったりして。いやいいっすね、混ぜそばとかひつまぶしもカードして食えるんだ。いやそう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 、まあ、ジャンクレベルも結構高くて、足腰でも836ということでね。あ836、836ということで帽子をねゲットしましたんでね、今後はこれでやっていく感じですか。あいやまた前に戻ります。あ戻りますけど、戻りますけど家でも感じて、ね、青いグループ行くときは青い色復活したら絶対これ買って。ああなるほどね、もうその時点でお来たなってなるほど。これもらった人マジで少ないんじゃん。あーそうだね、でしょ、つわものだと思われんじゃん。うん、なのでね、いや今回番外編になっちゃいましたけども、はい、台湾まぜそばあるんで皆さん見てみてください。どうぞ、ひつまぶしも美味しいよ、食いたい。大関でした、ごちそうでした、はい。Thank you.